SNS、ソーシャルメディアというのは無料でできるものがたくさんあります。えー、無料なんだけど、ここから先は有料になりますというのがありますけど、私たちが触るのは無料で使えるもので、まずは十分かと思います。例えば、Facebook というのはみんなやってますよね。Instagram もやってますよね。そして LINE も無料でできますけど、例えば LINE の 公式アカウント、昔は LINE アットといいますけど、えー、公式アカウントなどはやはり有料の方が効果が出てくるわけですね。えー、このように、えー、Facebook、Instagram、ブログ、から、えー、ビデオブログ、Vlog、えー、Google マップ、Google マイビジネス、す、え、べ、ー、て無料でできるわけですね。そして、えー、今、パソコン教室は世の中にたくさんありますけど、まだ。 えー、それはエクセルだとか、えー、ブラインドタッチをするとかっていうことで、えー、ありますけどスマホ教室っていうのはあまりないんですねこれは個人の作りとして、えー、自分で YouTube を見ながら勉強もできますけどできれば私たちの仲間には LINE 公式アカウントでの集客のプロがいます Instagram で通販ができる人も YouTube で通販ができる人たちもいるわけですねですから 大手の通販サイトに商品を登録する必要は全くないわけです。それは全国を相手に物を売りたい人はそうかもしれませんが、地域で、地域の人たちに提供するんだったら、Facebook だとか Instagram ララとかで、注文はメッセンジャーでもらってもいいわけです。例えば、愛知県の東栄町の辺りは、 完熟トマトの産地ですが今週は完熟トマトが出荷できますといついつまでにご注文いただければ1キロいくらいくらで翌日つけることができますというのを Facebook なんかでアップすることによって自分の関係のある人またその地域の人たちから注文がもらえるような通販もできるわけです。 決済はどうするんですかってよく聞かれますけど、決済はそのお店がやりやすい形で、例えば、着払いで使ってもいいし、郵便に入れてもらってもいいし、クレジット決済でもいいし、今の電子決済でもいいわけですから、それは自分が一番信頼できるやり方を付け加えてもらえばいいわけですね。 そのような無料でできる通販サイトもたくさんあるわけですそしてその村自身でそんな生産者が固まってくれば例えば道の駅みたいなところで混載して送ってもらうってことも可能な時代に来ました今までの流通形態が大きく変わるそんな時期が今この特にコロナの影響で えー、皆さんが、あずらが販売ができる時代が来たと考えております。